皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回は犬の社会化トレーニングについてご紹介させていただきます。まず、犬が社会に順応する力を養うことを社会化と言います。犬は経験を通じて生涯社会化を続けますが、特に生後3週間から14週間までに体験したことには順応しやすい傾向があり、社会化期と呼ばれています。生後2ヶ月ぐらいまでの間に親犬や兄弟犬と接して犬同士のコミュニケーション方法を学びます。 1. 家の中のいろんなものや音に慣れさせましょう。 2. いろんなタイプの人に慣れさせましょう。 3. 犬同士で遊ばせましょう。 4. 外の世界にも慣れさせましょう。愛犬の社会化期に立ち会うことができるのは、私たち飼い主にとってとても幸せなことです。子犬の頃から多くの経験をさせてあげることで、将来起こるかもしれない問題行動を予防することができます。愛犬の様子をよく観察しながら、少しずつ外の刺激になれるように愛犬と様々な場所に出かけて、いい経験をたくさん積ませてあげましょう。ペットリフォームのご相談、お見積もりは、セラフ榎本にご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。最後までご視聴いただきありがとうございます。